就活会議。どうも、しゅんです。こんにちは。こんにちは、松原です。ということでですね、就活会議のチャンネルなんですけど、ピンチヒッターで、しゅんだい側で動画を回しております。今回は、就活会議って口コミが見れるんですけども、その口コミを元に動画を撮っていけたらなと思ってます。何年連続かわかんないんですけど、ずっと1位とか上位にいる企業知ってますか？わかんない。そう、伊藤忠商事なんですよね。伊藤忠商事はずっと人気ランキング上位にあるんですけど、今日は人気ナンバーワン企業の伊藤忠商事の採用フローを皆さんにご紹介できたらなと思ってます。去年までのやつなので今年どうなのかは正直わかんないですけど、参考にしていただけたらなと思ってます。大前提、僕らのスタンスとしては人気ランキングとかで企業を選ぶとかはあんまいけてないなとも思うんですよね。年収とか福利厚生とか外側の部分だけじゃなくて、社会にとってどれだけいいことしてるかとか、誰を幸せにしてるかとか、どういう人と働きたいかの方が大事だと思うので、一つの情報として見ていただけたらなと思ってます。ということでですね、実際の就活会議に載ってる口コミの中で、国際キリスト教大学の方が受けた時の一次面接、二次面接、最終面接の質問が載ってるので出します。はい、ということで、変わったこと聞かれるわけじゃないですね。でもこの仕事きついけど頑張れますかみたいなのって今まで聞かれたことない。でも絶対やってきますって言うくない？言う。即答かつ自信を持って答えるべき。これでもありがたいね。そうしようと思って練習できるから。他の学生だと英語は喋れるのとか聞かれるのか。バラマツ英語喋れるからいいじゃん。これってでも英語話せますってみんな言うと思うけど、納得できる根拠が必要なのかっていうのは気になるかも。彼氏アメリカ人だから話せるよ、それは。それも言えばいいのかな、うん、普段のコミュニケーションを英語で使ってるので、うん、もうでもそれはマジででかいなと思う。アメリカ人の彼女を作ろうって思うもん。ダメだよ、そういう風に作ったら。ちゃんとね、いい人見つけてください。はい、英語は喋れた方がやっぱプラスになるだろうね。いろんな部門があるからできなくてもいいだろうけど、できてマイナスにはならないね。で、学生時代頑張ったことやん。最後に残したこと、自己 PR が。印象に残ってる OB、OG はとかも聞かれるんですね。やっぱ OB 訪問した方がいいですね。他に気になる質問で言うと、海外駐在する国でどこに興味があるかとか聞かれるんだ。商社っぽいね。商社っぽい。内定がゴールにしてる人って多分、うん、そこの先を考えてないから、こういう質問に答えられなくなっちゃうっていうので差がつきそう。ここがいいとかないしね。ないよね。カリフォルニアとかイスラエルとか行きたいけどね。理由は？スタートアップいっぱい集まってるから。なんでスタートアップのところに行きたいんですか？周期が早いというか、スピード感早いから、そういう夢を持って一生懸命早いスピードで走ってる人が好きだから、そういう人がいっぱいいるところに行きたいです。海外駐在する国でどこに興味がありますか？オーストラリアとかですかね。理由は？時差がないので日本の方々とつながりやすいっていうのと、オーストラリアって本当にいろんな国の人たちが住んでるんですね、うん、だから当たり前がいい意味でないっていうのでは刺激が多そう。ダメだな。この内定者の人は、私はオーストラリアや北欧や中国に興味があります。私は蓄電池を基軸としたエネルギービジネスに興味を持っています。北欧ではこれからディーゼル車の規制が始まり、中国では EV 車が普及しています。総合商社ならではのネットワークや他業界との組み合わせを用いて、 EV 車に搭載されている蓄電池を回収し家庭用として再利用する。その家庭用電池を太陽光発電や AI と組み合わせ、個人で電力売買をしたり、電気の使用量から居住者の健康状態を把握し、ヘルスケア部門と掛け合わせたビジネスを展開したいと考えている。オーストラリアでは石炭や鉄鉱石の安定供給に携わりたいと考えています。特に地球に優しい採掘方法の開発、具体的にはドローンや定点観測を用いた採掘量の適正化等に興味がある。これ受かるわ。これは受かるわ。すごいね、こんな回答できる人いる。しかも一次面接で聞かれるの。これ伊藤忠難しいわ。すごいわ。やっぱ入社してから何をしたいかっていうところがより明確になってる人が受かるんだなって今ひしひしと感じました。そうね。他は、志望する部署以外に配属になっても大丈夫ですかって、あるあるだよね。うん、あるあるだね。内定者からのアドバイスをちょっと紹介します。内定に必要なことは何だと思いますかという問いに対して、とにかく企業分析と自己分析は面接の前日までアップデートし続ける勢いで行うことをお勧めします。企業分析に関してはオンラインや説明会で自分なりにある程度分析ができたら、その後はとにかく OB 訪問を重ねることをお勧めします。これはね、春大でもよく言ってることですね。 OB 訪問はやった方がいいと思います。
ます。しっかりと差別化するために総合商社を志望している方は他社 OB 訪問も積極的に行うと良いと思います。その会社のことをより分かるためにってことだよね。なぜ他の会社じゃなくてうちなのかみたいなのは聞かれそう。内定が出る人と出ない人の違いは何だと思いますかっていう問いに対して、内定者の方は自分の強み、学知か志望動機、将来成し遂げたいことの全てが一貫して同じ強み、性格、価値観をアピールできるようになるまで自己分析、企業分析を進めたこと、とにかく一貫性を持ってたことが評価されたと思います。また下手に見栄を張らずにありのままの自分をさらけ出したことも評価された点ではあると思います。一貫性大事って言いますもんね。分かってはいるんですよ。できないんですよ、うまく。知ると分かるとできるは違うからね。でも伊藤忠商事っていうランキング1位のところに入るためにはある程度スキルとか業績みたいな必要かなと思いきや、意外と今からちゃんと詰めて振り返れば合格できる可能性はあるっていうのは希望の光。じゃあ最後にですね、内定したからこそ分かる選考の注意点について紹介しようと思います。二次面接が特に難問であると感じました。横の人がサークルの話をしていて、面接官は退屈で興味なさそうな雰囲気だった。面接官を楽しませるぐらいの話し方や就活サイトに載ってないようなエピソードを載せたら強いと思った。選考の注意点は何ですか？ OB 訪問してよかったと強く思いました。 OB 訪問の話をすると、必ずと言っていいほど深掘りしてもらえ、自分の志望度をアピールとなるような話をするきっかけ作りになりました。また集団面接の際は隣の学生に影響されることなく自分らしく面接を進めることが重要だと思います。本気度を伝えるためには準備ちゃんとしてますっていうのと、本気だからこそ情報を取りに行ってますっていうことが伝えられれば受かるっていうことですね。うん、口コミサイトとか就活してるときあんま見なかったんですけど、見て損することはないと思う。損することはないね。受け手側の情報リテラシーさえあれば一定参考になるなと思ったわ。この通りに面接が進むこともあれば全くヒットしないこともあるから、見ておけば安心って感じ。これを鵜呑みにして答えたらダメだね。聞かれる質問は参考にしていただけたらなと思います。ということで、これから面接控えてる方はぜひ口コミとかチェックしてみていただけたらなと思います。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。